収納プランニングソフトを使用することで簡単に収納のシミュレーションが行えます。簡単操作で自由にプランを作成いただけるほか、プランの完成イメージや金額の確認ができ、見積書や図面も自動で作成されます。それでは早速収納プランニングソフトの使い方をご説明していきます。はじめに ID とパスワードを入力し OK を押した後、システム収納、内部収納を選択し、プランニングをご希望の製品を選択してください。カタログのプランを呼び出すことができます。1からプランを作成される場合はフリープランはこちらを選択してください。プランニングソフトの画面概要はこちらです。次はプランニングソフトの手順をご説明します。はじめに本体を設置するから床置きユニットやテレビボード、カウンターなどの基本となるユニットを設置します。次に扉、引き出しを設置するから開き戸や引き出し、フラップ扉を設置します。そして収まり部材を設置するからエンドパネル、ピラーなどの収まり部材を設定します。その他部材を追加するからコンセントや配線カバーなどを選択してください。次は実際にユニットのプランニング方法をご説明します。まずは本体を設置するをクリックし、ご希望のユニットの色柄を選択してください。次に床置きユニットやカウンターなどご希望のユニットを選択し、奥行きを決めた後、幅、高さをそれぞれ選択してください。選択したユニットはドラッグ&ドロップで設置ができ、設置したユニットをクリックすることで位置調整から本体位置の微調整も可能です。この際数値を入力しなくても画面のように上下のユニット位置を揃えることができます。また不要となったユニットは画面右のゴミ箱にドラッグ&ドロップすることで削除することができます。加えてユニットのサイズは幅1ミリ、高さ32ミリピッチでの特注も可能です。次は棚板とコンセントの追加方法についてご説明します。棚板は先ほど同様に品目を選んだ箇所から追加棚、棚移動を選択し、ご希望の棚をドラッグ&ドロップで設置してください。ここでは棚板の追加に加え、棚板をクリックすることで上下の移動もできます。コンセントの追加も同様に品目の箇所からご希望のコンセントユニットを選択し、ドラッグ&ドロップで設置してください。カウンターについても棚板やコンセントと同様に品目から選択して設置してください。この際重要なポイントとして、まずはカウンターの奥行きが設置するユニットと揃っているかを確認してください。そして設置後はそのカウンターをクリックし、下のパーツに左側もしくは右側を揃えるを選択することでユニットと側面を揃えることができます。またカウンターは寸法変更、現場カットの箇所から指定の範囲内で長さの調節ができます。収まり部材が必要なときはその長さを考慮して設置してください。
所は、その部分にカウンター補強部材を必ず設置してください。カウンター下補強部材はドラッグ&ドロップすると自動的にサイズ調節されます。ここからは扉と引き出しの設置方法をご説明します。上部の扉・引き出しを設置するを選択し、以降はユニットを設置する際の流れと同様に色柄を選び、品目を選び、サイズを選んだ上でドラッグ&ドロップで設置してください。対象の扉を右クリックすることでオプションの選択も可能です。次は収まり部材の設定方法をご説明します。上部の収まり部材を設置するを選択し、表示される注意書きをご確認ください。まずは設定したい箇所を選択し、設置したい部材とサイズを指定し、 OK をクリックしてください。この手順で選択すると、自動的に最適な数量を拾い出します。また下部の欄に直接入力することもできます。続いて色柄の変更についてご説明します。色柄の項目内左下にあるカラー一括変更を選択してください。表示された画面から変更したい色を選び、 OK することで該当部分が変更されます。次にその他部材の追加方法をご説明します。画面上部のその他部材を追加するを選択してください。必要に応じて施工部材やオプションパーツを選択してください。なお、この画面で選択した部材は図面には反映されませんので、あらかじめご注意ください。最後に見積書、図面の出力についてご説明します。はじめに画面右上の次画面へを選択してください。この際いくつか確認事項が表示されます。次に件名などを記入し、プランを保存するを選択してください。保存が完了すると見積書や図面が出力できます。今回完成した見積書と図面がこちらです。